野村綱から1906年5月17日は、明治時代の日本の文部官僚、教育者、旧薩摩藩士、旧名、あたえ八歳門。宮崎県学部課長、県立宮崎学校長、鹿児島県会所代議長、文部省普通学部局次長、宮崎県人情中学校校長を歴任した。2年11月19日、法家。 野村義美みよいの子として、鹿児島天神馬場に生まれる。幼少より、和学、漢学を治め、後、合わせ伝流兵学、小木野流法術、渋川流従術、さらに西洋兵学を学んだ。源氏元年11月、物頭として、長州政党に従軍し、母親戦争では、越後から欧州に転戦。明治4年、御新兵の招待長として、 東京の市街屋に駐留し、廃藩地県が断行された7月には、陸軍中尉に任じられたが、平成改革に異論があり辞任。鹿児島に帰り、教学を設けて、指定の教育に当たった。明治6年7月、宮崎県第二大区長となり、同年9月に宮崎県13党出資、10月に宮崎県中族翌年9月に、 宮崎県八島出資に進んだ。この間、明治6年10月に学務専任となり、翌年9月に県立の教員要請、中等教育機関宮崎学校が設けられると校長を兼務。さらに翌明治8年5月から県学務課長県所務課長を務めた。明治9年8月に宮崎県が鹿児島県に合併され、11月に 宮崎学校が廃止されると、元生徒9人を伴って上京。修学の塔を講じている。西南戦争勃発直前の翌年2月、内務卿大久保利道の命により、密定として鹿児島に棄権したものの、検討局に拘束され、西郷隆盛暗殺計画への大久保の関与を匂わせる公共書を取られることになった。明治13年2月、 1> 第1回鹿児島県会議員選挙に宮崎中2軍の選挙区から立候補し当選。5月に開かれた通常県会で初代県会議長に選出された。選挙区数変更に伴う翌年3月の選挙では宮崎軍から立候補し再選。4月の臨時県会で再び議長に挙げられ、さらに上地委員に選出されたが、明治15年3月の通常県会で、 野村も賛同する日向国部県権議案が否決されると議長を辞した。またこの間、明治13年7月から翌年まで、宮崎九条別府村外18家町村の学務委員を務めている。明治15年4月、文部省準犯人御用係となり、同年12月に準送人御用係、明治17年2月に文部県少職機関に承認。 普通学務局に勤務し、明治16年6月から明治18年1月まで体操練習所にも献金した。また、明治18年9月から学児順視のため、第一地方部に派遣された後、12月に森有則が初代文部大臣に就任すると私学部勤務となって、第一地方部長心得を命じられ、翌年三月の完成改革の際に、文部省史学館に、 さらに、改めて第一地方部担当を命じられた。明治20年12月には普通学務局次長に進み、局長不在の同局を統括。その後、明治21年9月に文部省参事官に転じ、明治24年3月に秘職となるまで同省に勤務した。なお、野村は、渋川流、柔術七代目、渋川英術の門人であり、明治十六年一月、 英実没後に途絶えていた道場を東京の本郷元町に再興。多数の文科生を要したという。明治27年3月、非職満期となり退官宮崎の公平に移り、同月実施の第3回衆議院議員総選挙に宮崎県第一区から立候補したが時点で落選した。同年8月、学校騒動のため辞任した校長の公認として、 宮崎県人城中学校に招かれ、明治29年2月まで在職。以後、同地で晩年を送り、明治39年5月17日に病のため死去した。去年62、長女、越後は、法学者、松崎倉之助夫人。実定、彦志郎は、管理、教育者で、第一高等中学校及び、第五高等中学校初代校長を歴任。 イボテイの木も管理の道に進んでいる。野村の母は、薩摩藩京都留守教役、田尻寺兵の繊細の妹であり、田尻の次男で京都府学部課長を務めた、ヤ代忠タ三男で東京市長を務めた、田尻・根次郎は義重警邸にあたる。ありがとうございます。